田中由紀の私の言うことが絶対です。皆さんこんばんは。田中由紀の私の言うことが絶対ですのボスの田中由紀です。古文の諸君こう毎回さ、こうわーって開けた時にさ、私の服の色言ってくるの何なん今日は黒いよ。でもちょっと涼しげじゃない？夏っぽくて。でも今日そんなに、まあ、日中ちょっとね暑かったかなとも思いつつ、今日は透けてないって。そう今日涼しいの。やっぱちょっとね、ちょっと汗っかきなところあるからさ、結構ねあのこういうの長袖だけど、こうちゃんと空気もね入れられる、空気入れられる、換気大事だから最近部屋の換気頑張ってんの。そうなんですよ。まあ、みんなね、あのまだまだ夜ねちょっと寒かったりするので、風邪ひかないようにしてくださいね。ということで、この番組はついつい慎重になりがちな私田中由紀が、さまざまな選択の中から決断し、決断力のある大人の女性へと成長していくとともに、好きを見つけていきたいという番組でございます。はい、由紀絶対第5回がスタートいたしました。今回はソロ回ということで、前回はお得意様として原さんが来てくださいましたね。皆さんありがとうございます。防災について学べてためになる番組でしたねって書いてあるんですけど、確かにでも私もね、結構その防災っていうか備えについてはさ、ちょっと気をつけないとななんて思ってたんだけど、やっぱ原さんがね結構その動画とかも見てるガチ勢っていうね、ちゃんとこう準備されてて、あーやっぱ大事なんだなって。なんか防災のことってさ、家族とかさ、なんか近しい、まあ、家族ぐらいかな、家族と話すことあっても、なんだろう、誰かと、なんか友達でもそうだけど、あんまり話すことなかったから、なんかすごいね、あ、やっぱ大事なんだよなってね、なる機会にもなったので、皆さん、私も気をつけますし、皆さんもね、気をつけて過ごしてください。ということで、またね、お得意様もお待ちしております。次はね、どなたが来てくださるんでしょうか。さて、それでは、ここで決断タイムといきたいんですけど、その前に、イラストをご紹介させてください。こちらです。古文の江戸さんからいただきましたいいね、防災対策はしっかりと。これいいっすね、原さんと私。そして後ろ、この黄色と黒って、その防災な感じっていうか、なんかヘルメット、ヘルメットは違った、ヘルメットは黄色、でもなんか黄色と黒ってそういう感じするよね。はい、皆さんも気をつけてください。江戸さんありがとうございます。そして古文のりっかさんからいただきましたねえ、びっくりだよ、まさか辛いものが好き、まあ嫌いじゃないかもしれないけど、別になんか すっごい得意でもないし、すっごい好きでもなかったけど、まあね、あのいろんな情報があるけど、その中から正しい情報を、ね、こう選んでいくっていうのもボスの腕の見せ所なんで、次は頑張ります。でもバサミーフね、すごい美味しかったです。ありがとうございます、りっかさん。ということで、2枚イラストいただきました。じゃあ決断タイムに移ろうと思います。今日はドリンクですね、ドリンクを選んでいきたいと思います。水と、やだちょっと飲んでる、恥ずかしい、水と紅茶、あ、紅茶はストレート、どうしよっかな、アルコールじゃないよ、お酒でもないよ、しっかり。今日は水にします。ちょっと飲んじゃってるので紅茶はバイバイ、ありがとう。でも私昔紅茶飲めなかったの、緑茶は好きだったんだけど、なんかね、お茶で甘いっていうのが、昔って言ってももう本当小学生とか、もう幼稚園とかの時なんですけど、飲めなくて。でも今はね、あの甘いお茶もね、美味しいなって感じるようになって、大人になったななんて思いました。ということで、それでは
あ、そっか、なりちゃん紅茶好きだもんね。いや今はねすっごい好きなんだよ。なんか全然まだなりちゃんに言ってないんだけど、いい紅茶見つけて、いい紅茶ってかなんか可愛い紅茶、美味しそうな紅茶、珍しい紅茶を見つけて、なりちゃんもしかしたら持ってるかもしれないけど、でもちょっと飲んでほしいななんて思って勝手に買ったやつがあってね、それをまだ本人には渡してないんだけど、まあ、そのうち渡します。なりちゃん渡すよ。それでは番組を進めていきたいと思います。番組では皆様からメールを大募集しております。番組の投稿フォームからどしどし送ってくださいね。生放送中のメールもね、番組の後半で読めるかもしれないので、ぜひぜひ送ってください。また番組についてツイートする際はハッシュタグゆき絶対、ひらがなでゆき絶対をつけてツイートをよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。田中ゆきの私の言うことが絶対です。最後まで絶対に見ていってくださいね。田中ゆきです。実はですね、私今月誕生日なんですけど、ありがとうございます、ありがとうございます。25歳になる誕生日。まあいいや、年の衝撃はちょっとまた置いといて、それでですね、お花を、ありがとうございます皆さん、お花と実はプレゼントを番組でいただいておりまして、実はそこに見えるんだ、ありがとうありがとうございますね。25歳になるんですけど、いやありがたいでございます。イラストもねついてて、私が好きな緑色、そして赤色の花がありますね。またね、写真は番組のツイッターで上げさせていただくんですけれども、本当にありがとうございます。はあ、25歳も頑張っていかないと。あ、でも25歳になるからってわけじゃないんですけど、実は最近買い物をしまして、結構ね自分の中では頑張った買い物をしたんですよ。で、まあ買った理由は、まあ、何個かあるんですけど、まあ、ちょっと何を買ったかっていうと、ずっと欲しかったマイクを買ったんですね。そう、もともと結構家でマイクをねこう使って録音を してみるみたいなの結構好きで、それで守ってたのもあったんですけど、でもその1個目のマイクを買った時に、次はそれも6、7年ぐらい前かな、その時にいや次はこうちゃんと、まあ、ちゃんとしたのっていうか、ちゃんとしたのじゃないな、そのマイクだってちゃんとしてるもんね、なんだろう、でもマイクって結構ピンキリなんですよ。やっぱりスタジオとかで使ってるマイクってこうめちゃめちゃ性能もいいから、もう本当にデリケートだし、本当になんて言うんですかね、本当に高価なものなんですね。まあそれででも自分の手の届く範囲でこれくらいのマイク欲しいなっていうのがもう 6,7 年くらい前からあったんですよ。でそれをずっと欲しいものリストにこう入れてて、もう買い物するたび、他のものを買い物するたびに、いやいつかこのマイク欲しいんだよなって思ってて、でそれを今回、まあ、もう25にもなるし、もう声優になって、ね、結構経ったし、で声優になってからやっぱり欲しいなって思ってたマイクだしと思って買ったの。でもさ、結構やっぱり
何ドンっていうお金だからさ、ちょっとうーんって思ってたんだけど、なんか普通にリア友学生の時代の友達が、リア友って言ったらなんか違うねあの学生の頃の友達が、いや実は私カメラを最近買ったんだよっていうのをね報告してくれたので、それも結構いいカメラを買ってて、でこれマジで買ったのみたいな、いやそうだよみたいな、学生の頃から結構写真撮るの好きだったじゃんって言われて、あでも確かにスマホとかで写真撮ってたねっていう話になって、それで今回買っちゃったんだよねみたいな、ちゃんとこういうカメラなんよ、でお結構やるみたいな、でやっぱりその子もさ、まあ、同い年なわけなんだけど、大人になってさ、こうちゃんと自分で働いてさ、大きい買い物をしたんだって思って、で私もじゃあもう行っていいんじゃないかみたいな、私ももう今なんじゃないか、この友達も背中を押してくれてる、25歳にもなった、声優になって結構何年も経った、買ったやと思って買ったの、こういうねカットもありつつ、でもやっぱ届いてみてこう使ってみたら、やっぱり、まあ、マイクね、本当それぞれによって音が違うのは本当に当たり前なんだけど、やっぱりなんか買ってよかったなっていうか、あこれはテンション上がるわっていう感じの声の乗り方とかで、もうね毎日ハッピーもう結構毎日使ってる、そうっていうね、買い物をしたっていうのをみんなにね聞いてほしかった。だからみんなもなんか欲しいものあるって思ってる人、今だよ、だって私が買ったから、ボスの私が買ったんだよ、子分のみんなも、まあ、無理しない範囲で何か買ってみてもいいんじゃないでしょうかっていう近況報告でした。はぁ、ね、ちょっと本当気分上がりますね、なんかかっこいいんだよマイクとか機材とかって、そう、そういう話もちょっとできて嬉しかったでございます。ということで、じゃあメールをご紹介していこうかな、ありがとうございます。お、なんだなんだろう、古文の東方腐敗さんからいただきました、ありがとうございます。ボスこんばんは。こんばんは。前回の原さゆりさんのゲスト回、まさかの防災の話題で大盛り上がりでしたね。私は3日前の土曜日、東京ビッグサイトで開催された東京国際消防防災展というイベントに、所要で行ってきました。最新の防災グッズや機材を学べたり、ムキムキの消防隊員たちと写真撮影をしたりして楽しかったですあ、写真まで添付していただいて、おおすごい、なんか消防車、これ消防車ですよね、消防車がでんでんでんって消防車大きいね、うわー、しかもね、なんていうんだ、クレーンみたいな、はしごウィーンってね、高いところも救助できるような、いやーすごいね、うわこれは身近で見たら、これもね、なんだろう、ちょっとワクワクするというか、やっぱかっこいいですから、まあ、救急隊員さんもそうですし、消防隊員さんもそうですし、っていうのをこう、だってリアル消防隊員さんたちと写真撮影もできるってないですよなかなか、これはちょっといいっすね、テンション上がりますね、いいな、最新の防災グッズとか機材とかもあるのかな、やっぱあれですかね、消火器とか、最新の消火器ってどんな感じ意外とさ、なんだろう、めっちゃ最新式になるさものもあればさ、昔からこの形が絶対にベストですみたいなのもあって、ずっとその形で残ってるものもあるじゃん、今消火器どんな感じなんだろうと思って思います。消火器事情に詳しい人いますか、消火器事情に詳しい人、ぜひメールください。いやー、ありがとうございます、教えていただいてタイムリーですね。ということで、あともう1枚いけますか、ありがとうございます。古文の積み立てさんからいただきました、ありがとうございます。ボスこんばんは。こんばんは。6月最後の放送ですね。2023年上半期ももうすぐ終わりますが、ボスにとって上半期はどんな6ヶ月になりましたか。わかんない。だからこの前家族と話した時、
なんか3月の気分だったもん私今。だってみんなもね、だってほら、もう火嘘って言ってるってことはさ、ちょっと早すぎるよね。上半期、でもそうだな、どうだろう、でも私過去は振り返らないようにしてるから。逃げすぎる。ちょっと待って。でも結構頑張ったっていうか、なんだろう、イベントとかもやっぱりありましたし、1月は生きざまボスの生きざま、そう、過去を振り返らない。でも1月とかもね、イベントあって、2月もイベントあって、3月もイベントあった気がするから、で4月もなんかあったような気がするから、って思うとやっぱりなんかあっという間なんですよね。そうそうそう、なんかそれに向けてさ、いっぱい練習もするしさ、よしこれ終わった、じゃあ次はこれだ、行くぞ、おーみたいな感じで、うおーみたいな感じで走ってるから、なんか気づいたら本当、6月誕生日ですかみたいな、なっちゃってて、なんか自分の誕生日来てようやく、あ、半分みたいなっていうのに思いますよね。そう、勢いできたからあっという間だよ。皆さんもね、なんか、まあ、学生さんもいらっしゃると思うけど、まあ、学生さんだったら何だろう、期末テストとか、なんかやっぱ期末じゃないか、中間テストとか、なんかやっぱテストとか模試とかあったらそれに向けてわーって頑張るからあっという間なんじゃないですかね。体育祭とか文化祭とかもさ、わーっとやっていくと結構あっという間な気もするな。でもやっぱ大人になってからの方が時の進み早いですよね。びっくりしちゃった。だってすごい小さい頃はさ、なんかほんと一日一日が長くて、なんかテレビで教育番組見ながらさ、あーまだ4時かみたいなさ、あれまだ6時みたいな感じだったけど、今もね、もう日付がみたいな感じになるからね。なんでなんだろうね、この現象に名前あるのかな。ありそう。いや、ほんと11時なんて寝てたよね。寝てるみんな11時に。寝れる、まあね、職業によっては寝れるとかありそうですけど、いやーね、健康でいたいですよ。ちゃんと早寝早起きね、三文のなんたらって言いますから、みんな備えて健康にいくぜ。ということで、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。ここからはこちらをやっていきます。ゆき絶対会議、はい、ということで、前々回の放送と同様に、ここからは番組に関することでまだ決められていなかったことを決めていきたいと思います。そして今回決めるのはジングルですね。はい、今日もまだ仮の BGM だけのジングルになっておりますが、どんなものがいいかね、皆さん宿題の提出ありがとうございます、ね、メールをたくさんいただいているので、早速紹介していきたいと思います。第1つ目、古文のガーナマさんからいただきました。ありがとうございます。ボスお疲れ様です。お疲れ様です。ほんますんませんほんますんません。ジングル募集とのことで要望を出してもいいですか。声変わり間近くらいの年齢の少年でちょい低めのボイスのジングルをほんますんませんお願いしていいですか。思春期入りたてくらいのイメージでついついわがままを言っちゃう少年みたいな感じで
ほんますんません。どうかお願いします。ボスの少年ボイスで救われる命があるんです。まあ、セリフですね。てん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 。僕のお願い聞いてくれるよね。田中由紀の私の言うことが絶対です。なるほど。こっち。あまりすぎやろって。いや、ありがとうございます。結構なんか詳しめに指定してくださるの嬉しいですね。ありがとうございます。なるほどなるほど。次、古文の芋焼酎グイッドさんからいただきました。ありがとうございます。ボスこんばんは。こんばんは。宿題のジングルですが、ボスらしい威厳と小悪魔っぽさを兼ね備えた、そんな魅惑のジングルがぜひ欲しかったので、いっそセリフごと考えてみました。セリフです。なんか喉乾いちゃったな。お茶でも入れてくれる気の利いた子分はいないかな。私、田中由紀の私の言うことが絶対です。こんな感じはいかがでしょうか、ボス。なるほど、小悪魔系ね。威厳と小悪魔いいっすね。それがこう一緒になってるセリフを、ありがとうございます。ということで次、古文のゼニナシシロウサギさんからいただきました。ありがとうございます。ユキボス、お疲れ様です。お疲れ様です。ジングル案ですが、ダダッコの言うことって絶対に聞いてしまいますよね。ということで、ダダッコジングルはどうでしょうか。いいよいいよ、面白い。ダダッコいいね。ダダッコいいね。ありがとうございます。そして次、古文の小悪魔って言いそうになっちゃった。古文のお水うまいさんからいただきました。ありがとうございます。私は洋画吹き替えが大好きなので、吹き替え風のジングルを押します。欲を言うのならば、かっこいいやつが聞きたいです。古文たちをときめかせ、黄色い悲鳴を上げさせるような骨抜きになるやつを何卒よろしくお願いいたします。なるほど、外画っぽい感じね。あ、でもかっこいいですね。ねえ、あの絵画の、まあ、洋画の女性俳優さんかっこいいですもんね。かっこいい女性がなんか主人公とか多いですわ。古文のチャオズさんからいただきました。ありがとうございます。ボス、お疲れ様です。お疲れ様です。ジングル募集ですが、これしかないというものを思いつきました。むしろ今までなぜなかったのか不思議です。そう、ホラー系ジングルです。ボスといえばホラー作品なのに、ホラー系のジングルがない、怖くおどろおどろしいジングルに、ボスの震え上がるような声、まさにユッキーボスの番組にふさわしいジングルではないでしょうか。なるほど、確かにいいですね。ホラーから攻める。なるほどなるほどでございます。はい、じゃあラストです。古文のペッペッペーさんからいただきました。 Hey boss、 こんばんは。こんばんは。ジングルですが、やはりボスとしてはドスの効いた低音の威厳たっぷりな声で聞いてみたいですね。もしくは逆にめちゃくちゃ爽やかに言うのも強キャラ感があるかもしれません。タイトル前のセリフは威厳たっぷりの方が、あー、はいはいはい、私に逆らうとどうなるか分かってるな。爽やかな方は、今ポンって言ったの誰かな、怒らないから出ておいでとか、いかがでしょうか。なるほど、威厳爽やか。ということで出揃いました。あー、こっから3から4つ選ぶらしいです。どうしようかな。でも私なんだっけ、ちょっとさ、ボスの権限でさ、権限っていうの、あのゼニナシシロウサギさんのダダッコ採用してもいいですか。ダダッコをただやりたいだけっていう。じゃあダダッコは決めちゃおう。はい、じゃあダダッコはやります。ちょっと気に入っちゃった。なんだろう、アンケートもさ、ちょっと取ってみたいんだよね。もう一個ぐらい私決めちゃった方がより良いですかね。じゃあ、どうしようかな。威厳、ホラー、吹き替えっぽい、威厳と小悪魔、少年、
少年いきますか。少年は入れておこうかな。いいですね、レパートリー的にあってほしい。じゃ あと4枚残ってるんですけど、4択で2つ上位2つ、あ、いいですね。じゃあ4択で上位2つアンケートを取ってもいいですか。古文に決めさせてやろう。あ、そうですね、内容を言います。内容1個目、威厳と小悪魔とかで伝わります。威厳と小悪魔、どういう感じだったか。あ、じゃあ軽めに、なんか喉乾いちゃったな、お茶でも入れてくれる、気の利いた子はいないかな、というセリフでございます。お茶でも入れてくれる、気の利いた子はいないかな。なるほど。で次は、吹き替え、洋画の吹き替えっぽくですね、かっこいいやつ。で次が、ホラー系のジングルですね、驚々しいやつです。で次が、あー、どうしようこれ、威厳と爽やかがあるんですけど、これどっちかってことですよね。これ私が今選ぶべきですよね。あ、確かに威厳かぶりしてるのか。じゃあペッペッペーさんは爽やかをちょっとここで上げさせていただこうかなと思います。爽やかなボイスです。よろしいでしょうか。これは上位2つが選ばれます。さあ入れてください。よろしくお願いいたしますね。どれもいいですよね。はあ、ちゃんと被ってない感じがいいですね。何になるんだろう、皆さんは何が需要が、私の需要わかる、ここで私の声で何が求められてるか、もしかしてここでわかる、なんだろう、1かな。あ、はい、終了です。ということで結果はこちら。お、1、2、威厳と小悪魔のジングルと吹き替えっぽいジングルが選ばれました。皆さんアンケートのご協力ありがとうございます。よし、ちょっと混ざらないように脱いとかなければ、ありがとうございます。でも皆さんすごい、ちゃんと被らずにこんな送っていただいてありがとうございます。またね、選ばれなかったあのシチュエーションはどこかで、ね、私のあのアフレコでもですけど、どこかで私の可能性を披露できたらいいななんて思っております。皆さんたくさんありがとうございました。ということで、じゃ決まったのをもう一回言った方がいいのかな、大丈夫ですか。はい、ということでこの4つになりましたので、皆さん次回の放送できっとなってることでしょう。次回の放送をお楽しみに。それでは、以上ゆき絶対会議でした。ここからはこちらのコーナーをやっていきます。私のアドバイスが絶対です。このコーナーでは皆さんからの私に解決してほしいお悩みを募集し、こうしてくださいと決断してアドバイスをしていきます。このコーナー3回目なんですけど、
今回初めて一人でやります。やばい、ドキドキ。一人でもしっかりできるところを見せたいと思います。ということで早速みんなの古文のお悩み聞いていこうと思いますよ。ボスとして大切ですから。古文のルカスさんからいただきました。ありがとうございます。私は大学生なのですが、今まで一度も髪を染めたことがないので思い切って染めてみたいなと思っています。初心者はまず初手に何色から行くべきでしょうか。おしゃれに詳しそうなボスお願いします。そっか、染めたことないんだね。私もあまり最近まで、まあ、そんな最近でもないけど染めてこなかったよ。みんな結構行くね、初めからコメント銀とか緑とか、もう本当考えてる、ルカスさんのこと同じコメントでしょ。待って、どうだろう。まあね、やってみたい色にするのはいいかもしれないですけど、でも、まあ、なんか染めてみて思ったのはピンク系とか、でも女性男性どっちなんだろう。まあでもどっちでもあれなのかな、染めるのは、あ、でもどういう色を入れるのかとかちょっと違ったりするのかな、女性と男性で。あ、でも、あ、田中的には、あの、田中的にはあのピンクとか入れるとめっちゃバスタオルにつくっていううーってなったのが衝撃でそこだけは気をつけてっていう。だから初めて染めるのであれば、なんかあんまり色入らない方がいいんじゃないかなって思った。だからあの茶色とかやっぱ無難なところ、そう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 、まあ、ブリーチもまあいいけど、あー、初めんはブリーチはしない方がいいんじゃないかなって思う。なぜなら大変そうだからそう、ちょっとやっぱりね、茶色く、私これブリーチしてないんですけど、なんだろう、でも結構何入れて、なんか落ちて入れて落ちてを繰り返してると結構だいぶ なんだろう茶色くなる、だいぶ明るいねみたいになったりするので、結構満足、まあ、どれぐらいのそのなんだろう、何色を求めてるのかちょっと分かんないんですけど、ちょっとブリーチくらいこう明るく見えた方がいいなみたいな、そう思ってても何回かやると結構明るくなってくるので、まずは無難に茶色茶色とかなんだ、グレーとかがいいと思います。そうしてください。はい、そう、まずはね、いや初めてでねブリーチはちょっと怖い、た、まあ、なぜなら私がやったことがないからじゃあもう一つ行かせていただきます。はい、ということで、古文のチャオズさんからいただきました。ありがとうございます。ボスお疲れ様です。お疲れ様です。どうしてもうまくいかないことがあり、ボスのアドバイスが欲しいです。なんだね、ゆで卵の殻がうまくむけません。何、最近は自炊をしながらいろんな料理を作ってそれなりにうまくなってきたつもりなのですが、どうしてもゆで卵の殻だけは毎回うまくいかず、あ、白身もむけてしまったりボロボロになってしまいます。あ、もしよければボスの知識からアドバイスよろしくお願いします。なるほど、なんだろう、あ、そうそうそう、冷やすのいいって言うよ、茹でて茹でて、これこれこれって茹でて、今だって時にあのザッザッザッってあげて、それで冷やす、冷水で、そしたらキュッとなるから、コン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 、ツルツルツルって感じです。そう、水の中で、ね、やっぱ剥くのが良いですよ。あれだよ、こことかになんかあのテープとか貼った時にさ、あのそのテープ、この普通の時に剥がしたら肉ごと、肉ごとっていうか皮ごとさ持ってかれることあるから、絶対に水に濡らしながらやった方がいいだろう。あ、まあそれはお医者さんとかね、あの、あ、テーピングとか、テーピングとか絶対あのティッてやんない方がいい。そんな話じゃないや。そう、冷やすのがいいって言います、聞きます。冷やしてください
冷や、え、でもどうなんだろう、私は冷やしたらうまくいくけどな、というえ、みんなは冷やさないの逆に、え、やってない、あー、流してる水ね、冷やす、冷やすよね、ね、冷やさないと暑いしね、確かに確かに確かにな、あー、まあじゃあ冷やしたらいいんじゃないかな、なんて思います。やばい、でも卵の種類によってやっぱね、ちょっと諸説あるとこあるからさみんな火傷に気をつけて卵剥いてくださいということで、ぜひ私のアドバイスを参考にしていただけると嬉しいです。大丈夫かな、本当これ一人だと不安だわ。はい、それでは以上、私のアドバイスが絶対ですのコーナーでした。してきました、田中由紀の私の言うことが絶対です。あっという間にエンディングのお時間になってしまいました、ここで番組からのお知らせでございます。6月24日土曜日に、今年も私のお誕生日記念特番が決定いたしました。ありがとうございます。う、嬉しい、河野日和ピヨが来てくださいます。そしてカラオケもあるよということで、何歌っちゃおっかなありがとうございます。特番でもですね、古文のみんなからお便りをお待ちしております。私田中と、ピヨへのメッセージをお願いします。なりちゃんのメッセージも送ってきていいよ勝手に言っちゃいます、ぜひぜひよろしくお願いいたしますね、メールは番組ページの投稿フォームからお送りください。お待ちしております。続いて私田中由紀からのお知らせでございます。私あの声優をさせていただいてるんですけれどもあの個人 の, あのツイッターがございましてあのちょっとねあの見てください見ていただけると、そちらであの出演情報だったりだとか日頃のつぶやきだったりとかをねあのつぶやくこともあるので、ぜひぜひあのいいねとかリツイートとかあのリプとかを送っていただけると、とても励みになります。全部見ているのでぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで第5回の、放送をお送りしてきましたが、いやちょっと不安だったアドバイス不安だった。でもあのなんだろう、ちゃんと答えを出せることがやっぱ大事だから、精度を上げていけばいいからさちゃんと今日は答えを出せたということで、自分には丸をあげようと思います。皆さんお便りまだまだお待ちしておりますよ。どんな悩みでも解決しちゃいますからね、ボスの私がということで、この後はチャンネル会員の皆さんだけが見ることができる限定パートでございます。こちらはですね、私が決断をする本編とは違って皆さんの、皆さんに選択の権利があったりするので、ぜひぜひこちらもお付き合いください。それではお時間でございます。次回も絶対に見てくださいね。ここまでのお相手は田中由紀でした。バイバーイ。